まあ、コンプレッションを、まあ、全部、まあ、きれいに締めてもらって、はい、あの締めてないと、まあ荷物が揺れるってことがありますのでそしてここから大体ある程度ねちょっと絞っておいて、これでちょっと手を通してもらいますね。はい、はい、あ、はい、あ、すいません、はい、ありがとうございます。それでちょっと待ってね、軽く軽く、それでまずハーネスなしの、うん、ハーネスなしの状態で考えてていいから、うん、はい、ハーネスしてるときはギアラック潰れちゃうから、あのだいたいループ後ろに回しちゃってますから、で基本的な背負い方だけ今説明させるんで、はい、でハーネスなしで考えて、はい、それで、骨盤一番出っ張ってるところ、はい、それをこのハーネスの中心に持っていきたいんですね、大体、はい、ガチャ、それでこれとこれを持ってもらって、はい、自分の内側にグッと絞ってください、はい、グッと、はい、うん、腰に完全に乗っけちゃうイメージです。よし、はい、はい、そうしましたら、ここにもね、バリアント50のから、ここにまたもう一個バックルがありますからね、はい、それをね、また引っ張ってください。ここですね。はい、そうです。両方ともです、ね、両方ともです。はい。だからもっと背中にくっついてくる。腰のところに。なるほど。よいしょ、そうです。はい、OK です。そこに関してはもう一回調節しちゃえば、まず緩まない限り調節しないんで。はい。うん。ちょっとハーネス、ごめんなさい、失礼しますね。はい、はい、はい。よし。はい、そうしましたら次にね、ショルダーベルトね、うん、引っ張ってきますね。これところを持っていただいて、はい、で引き方のポイントは、はい、斜め後ろに引っ張ると、引っ張りやすいです。真下とか前じゃないです。こっちこっちじゃなくて、うん、後ろですね。斜め、はい、はい、そうです、うん、そうそう、そういうことで引きやすいです。すごくいいです。はい、でうわきつすぎたっていう時は、締めるのも簡単なんだけど緩めるのも簡単。バックルを指で起こしてあげます。テンションがあったとすぐ緩める。これってじゃあ着るものによって変わるよね。あ、自分の厚みで。あと山小屋で取るときとかはもうパンってこうやって、そうやっても構わない。で前じゃなくて斜めでしょ。で、それもベクトル分かりますよね。こちらですね、うん、はい、はい、そうしましたら次にロードリフターといって、はい、引き寄せっていうものがついてます。この荷物を背中にくっつけるためのものなんですが、はい、ちょっとじゃあ手を曲げてもらって、これと、今私が持ってるこれと、はい、場所は後で見て確認してもらって構わないんで、ハの字に前に引っ張る、こんなような感じで引っ張るとこの構造は引っ張りやすいので、こうですね。はい、そうです。はい、でもうちょっと前に引っ張っちゃって OK です。体にどんどんくっついてきたでしょ。くっついてきましたね。はい、でこれも今オーナーが言ったように引っ張りすぎるとここが圧迫されちゃうんで、今の引きぐらいでちょうどいいと思いますね。こちらもちょっと失礼します。あ、いいですね。はい、だいぶくっついて、すごい正やすいですね。それで次が、ま、チェストベルト、胸なんですが、はい、位置は調整できます、前後で、はい、それで上下にこいつ動くようになってるんで、構造上で女の人じゃないから、ちぶさないから、まあ、関係ないんだけども、はい、女の人だったら上にやらないと胸のとこだと圧迫されるんで、うーん、この位置ぐらいがちょっと胸板で乗るぐらいが多分ちょうどいいかな。これもあるとないと全然違うんですか。ブレない、ザックが。ただ今度息苦しいとかいろいろデメリットもあるんで、うん、それでまあハーネスつけたりで、ここをただバックル取った場合にはこっち今度はついてないと荷物ふね、振られちゃうとか、こっちだけとか、でかなり13キロぐらいはあるはずなんだけど、階段上がってもらうと分かるんですけど、重さ感じないはずなんですよ。重心がすごくいいんで、すごいですね。はい、で階段登ったり降りたりしてもらえば、本当だ、全然だ、なんだこれ。で電車間に合わない時に走れるようなリックサックが理想なんで、うわすごい、これバランスエイザックっていうのはそういうもの、すごい、で多分オスプレイのそのバリアントを背負ってれば、他のリックサックが同じ荷物を入れた時にどれほどこれがバランスエイザックかすごくわかると思う。すごいなこれ、本当ですね。だからうまいもん食わせてからまずいもん食わせると、うまいまずいが分かるのでぜひやってみてください。いいでしょ、はい、じゃあ一回下ろしちゃっていいですか、はい、そしてまた抜くときはチェスト外してウエストベルト外して、ここら辺はじゃあやらなくていいですもん。じゃあ逆に言うと背負うときももうガツッと背負っちゃうもいいんだけど、着てると着づらかったり、あの背負いづらかったりするんで、それでもう一回下ろしてみて。じゃあ星野さん、
下ろしてもう一回しょってみて、その時にしょいにくいなと思ったらリリースすればいいだけだから。あ、もうしょいにくさはない。だったらもう着るものの厚みによって変わってくるんだけども、なんか気持ち悪いなと思ったら簡単に調節できるじゃないですか、はい、で調節の仕方さえ覚えてれば、気にならなかったら調節すればいいだけで、その構造を知らないと一生しょいにくいまま、ね、調節できたのって。でこういうところも、邪魔くさかったら別に締める必要もないんです。なるほど。逆に言うといつもの調整のままここまこうガチャってやって、ガチャでいいです。でやっぱり腰のところにさっきみたいにハーネスみたいにしっかり絞ってくると、腰骨のところにそのパッドが当たるんで力が腰に分散してくる。あ、だから肩とか背中で背負ってるんじゃなくて腰も使って背負ってる感じ。はい、一度こう。でそれで例えばベルト外しちゃってもらっていいですか。ウエストベルト真ん中外してもらって、そうすると力がやっぱり肩と背中に乗ってくるでしょ。ちょっと、重さが出てくるでしょ、その時に腰にピタッとくっつけてると、でまたさらにそのベルト絞ってみてください。ギューッとより乗せるとより腰に乗っかってくるでしょ。その微妙な調整、きついなと思ったら腰外せばいいし、基本的にここで背負った方がいいんですか。の方が楽。まあ全体で背負うっていうしかないんだけど。あ、でもなんか全然変わるんですね、うん、それでここをちょっとリリースするだけでもう逃げちゃうでしょ。逃げましたね。いいでしょ、ピシャッとしてる方が。だからどうしても緩んだりするんで、はい、緩んできたら足して、はい、きつすぎたら緩めて、じゃあこれでそういう感じです。こうで、はい、です。はい、ありがとうございます。であとリックサックの細かいところを説明してください。はい、はい、まあ、ハイドレーションか、せっかくついてるからまず使わなそうなんだけど、ハイドレーションは。ハイドレーションちょっと、なんか一回出しますね。もうザク全部抜いちゃっていいです。ハイドレーションって、まあ、タンクですね、まずね、ここに入れるようになってます。やっぱ重いものは背中に近い方がね、あの軽く感じますの で、はい、で、まあ、タンクによってまたあれですけど、入れて、はい、ここのバックルでね、その穴が絶対タンクの上部についてるんで、その穴をこうやってね、パチッととくとタンクはずれてこないんですよね。なるほど。ハイドレーションを吊るされるための紐、はい、そこの部分。わかりました。で、高所なんで、ハイドレーション、クラゴさん使わない派なんで、まあ、一応何かだけ知っておいてくれればいいです。わかりました。はい、それで、まあ、管を右でも左でも自分の好きな方に出せます。左肩でやるのか右肩か。あ、そこから出てくるんですね。そうなんです。どっちも出ますので、それで一応、まあ、管が出てくるとここがゴムバンドになってますので、ここを下から通してもらって、こっちも通してもらいます。それであとは口の、まあ、ブラブラさせておくんですけど、スッてやればいい、ね、そうなんです、はい、なるほど。そういう意味でハイドレーションになってます。ハイドレーション。で、まあ、ちょっと一応説明しておくと、ここ雨ぶた ほとんど付け手が多いと思いますけど、ワンタッチで取れるようになってます、うん、それで、まあ、もし取った場合なんですけど、こっちももちろん取って、ここも取って、もう普通に抜けば取れるんですけど、そうした場合にこのフラップジャケットって雨蓋のねペラペラ板がついてるんですね、でより軽量化だったりとか、そういうことができるんですが、そういう場合はどういうふうにするかって、まあ、絞ってもらった後に、はい、ここにねあのメスがついてますので、あ、メスが、こういう状態で使えますよ。そういうこともできるんですね。でもね、雨蓋になんかやっぱり予備のグローブ入れたり、なんかいろいろね、使いたい、この容量は使えたりってのはもちろんこのままつけても構わないので、こういうふうに使えたりします。はい、なんで、まあ、ノーマルのまんまに戻しておきますが、はい、はい、で、使わない、あ、これペロペロなんで、もこういうふうにやって巾着絞ってもらえれば全然挟まらないので。なるほど。はい、細かい、あとはアクスホルダーの付け方が、はい、すいません、はい、失礼いたします。へー、あそこにつけるんですね。はい、
します。よいしょ。まあ、電車の移動とか、まあ、ゴンドラ乗りますとかロペ乗りますとか結構あの出てるとうるさいんで、そのこういう鋭利なものが、そういうのを、まあ、よいしょ。でこっちにヘッドカバーつけますけど、はい、まあ、あの黒色の、はい、つけたまんまここにね穴開いてるんですよ。ここへえ、あ、そのための、うん、そうなんです、スロットがあるんで。すごい、そのための、いや、すごい便利ですね。でここに、ゴムのね、留め具がありますので、ああ、いろいろ考え尽くされてるんですね。ちょっと緩めます。これで、まあ、もう一本持ったら、例えばダブラックスの場合はこっちにももちろんつきますよですね。自分でつけといてみます。はい、じゃあそこでタグ外してヘッドカバー、はい、了解しました。うーん、指、あの、はい、むしれる、はい、後ろから入れます、ね、マジックテープ、ちょっと、はい、どうぞ、はい、絞っといてもいいですし、はい、はい、お任せです。そこテンションは。これただこう、そうです。グローブで持ちやすいように。あ、なるほど。わかりました。はい。OK ですか。OK です。はい、じゃあ。ありがとうございます。